こんにちは、ドクターネッケスです。さあ今回は星4を合成して星5にしていきましょう。でね、早くやりたかったんです。っていうのもとりあえずね、今回は2つ、力もいけるかな。まず心の装備中ってこれいけないかな。なるほど。いや、月島さん用にね、保軸剤を5にしたかったんですよ。さて、おために集めました。もうね、心だけ本がほんと出なくて、他はいっぱい本があるのに心だけ僕本当に本がないんですよ。粉だけいっぱい溜まりました。とりあえずやっていきましょう。しょっぱい。そして、ロックがかかってない。あとは、なんでバラワンが、ちょっと待ってね。4ついきましょう。盾と天身体3つ。冷圧後ってこれはどうなんだ。 20% か、 20% か。で6かけましょう。で、ね、ちょっとあれだな、速だけにしよう。あと3個できて、電子一体3つだね。鉢巻きが上がってなかった。正直もうこいつらみんな最終戦用かなと思ってます。攻撃30が出ない限り。これでさ、待って、戻りすぎちゃうんだよな。こっちは本が余ってて粉が足んないんですよ。ひたすら天身体を、この前できた即天身体を全部再抽選してある。冷圧30の時ってさ、最初から 10% とかなんかな、分かってないんだけど。さあこれと力も確かいけたはず。変身ウォッチだ。こいつをあげたかった。これは再抽選用でなく使うタイプのものですね。あ、2個いける。っていうか、ここも7個あるな、本が。
体力には体力10とかなのかな。12か。であとはバラガンが装備してるもの、僕はまだ必殺技要員としてねバラガンを使ってますね。こっちだな、こっち。エロかかってない方再抽選。いやーこれでかなりねすっきりしたね。あーこっちの方がいいな。天身体6よりは24の方がいいな。こいつ育てよう。むしろこの力天身体にワンチャン混ぜるのもありかな。1から50まで上げるのめんどくさいじゃないですか。こいつはロックかけて、あまだね再抽選のやつ見たことないんですよ。ちょっとやってみましょう。選べるようになりましたね。ダメ。だって、ああなるほどね、元の効果。あれっていうか一緒だったの今。あもう消えちゃったから分かんねえや。最大24って一緒だったか。なるほどな、ああやってできるのか。んーで技は あるある。ちょっと待ってね。ハチマキをおしごにしましょう。結構俺粉ありまくったんだな。そしてここも7冊ある。ほんとね心の本だけないんですよ。さあ。技だけ潤ってるな。っていうかこのハチマキイルカに装備させとくべきだった。冷圧30ってこれええやん。さああとは地属性。地は粉ねえだろ。やっぱ粉ないね。次は地属性ためよう。さあ再抽選だ。で俺はね、補軸剤にね、攻撃30とかをね、入れたいのよ。今まで一回も攻撃30当ててないの。この運の悪さひどいと思う。今日は押さない。うんこー、どっちも買わねえよ。はい次。速攻連打24か。これもダメ。まあ体力攻撃6よりマシだけど、俺が求めてるのは攻撃30のみ。
本当に当たらない。さすがにそろそろ当たって、もう今回は押さない。そろそろ当たって、もう過ぎちゃったし。防御 30% アップか。これはありだな。けどね、僕無月に、あ、なしだわ。ここに体力補軸剤装備させてんのか。バトル用にね、体力40、体力40、防御30アップアップだとかなり美味しいなと思ったんですよ。ジャスティスマハキマキのこの20を買いに行くか。そうだね、今までその30が、20から落ちるのが嫌だったから変えられなかったけど、防御のマックス30だったら、いやー、仮に勝ち負けに防御30ついたら、俺それで、それはありだな。いや本当に出ない。というわけでもう再抽選要員がいなくなりました。いや、まだいる。ここだ。あれ、ロックかかってないじゃん。なるほど、下の方見ればよかったんだ。エアリティ、筆があった。筆使ってなかった。あり。これで体力 60% アップのバトル要員でもいいし、または、体力40の防御 30% アップもありだしっていうとこかな。とりあえず今現時点でマックスなのは体力20、20、20。ちょっと攻撃力的には下がってしまったんだが、バトル要因としては、優秀なんでねえか。回復量が 100% アップの体力アップが 120%。
これはすげえな。耐久力的にはすげえな。強え、攻撃力強えやつがほ、なんかイチゴが欲しかったんだけどな。でもこの耐久無月は相当強えと思うんだよな。40-40-40で弱点 20% ダウンの火ダメ、火ダメ回避。まあ普段行くときはどうするかな。天身体全部混ぜるんじゃなかったな。まあまた補軸を作るかな。防御をこれマックスまで上げて、この体力 20% アップのを攻撃30出るまで再抽選。あ、そうか、盾か、盾攻撃30まで、それはありだな。補軸剤って本当使えると思うんですよね。バトルじゃなくて普通の戦いの時に。だからやっぱ補軸剤に攻撃つけたいかな。まあ、ちょっと動画ですごい迷っちゃってますけれども、まあ、とりあえず今回は星5にしたのと再抽選やってみました。以上ドクターネッケでした。お疲れ様でした。